どうぞ。はい、これ大丈夫そうです。この地元が浜松なので浜松餃子、今日はぜひと他でもといいんじゃ。よく作るんですか、餃子は。よく作りますね。まあ、基本何でも作る。これでこうやって完成。完成。あとは焼くだけ。まあ、焼き方が結構ね、ポイントだったりもするので、はい、あとはこれ手軽で結構皆さんもね、やってもらうとすごい簡単なんですけど、豚肉に人参、ほうれん草、もやしとかを挟んで、まあ、ちょっと豚肉斜めにしていただけると、あとはこうやって巻いていただいて、これはあとレンジでチンして、あと食べるともうおかずにもなるしつまみにもなるしということで、もうすごく最近お気に入りのメニューですね。お酒飲まれるの？飲みますね。飲むようになっちゃいましたね、すごく最近。昔は本当年に数回みんなと飲みに行った時ぐらいしか飲まなかったんですけど、だからあとは対局前とかもう一切絶対3日間飲まないとか決めてたんですけど、最近飲む自分にどんどん甘くなってきて、対局前だけだったんですけど、今年からぐらいから対局前の何時間前までみたいな感じにしてしまって、大体もう前日も飲んでます。まあそれで別に結果が伴えば何の言うこともないので、あとはじゃあ餃子を焼いていきますか。まあ、ちょっとこれ作っちゃいます。じゃあ毎日飲むんだ。毎日飲みます。まあ、ほぼ毎日飲みます。すごい好きなんですね。すごい好きってほどでもないんですよ。大量には飲まないです。なので寝る前に。ご飯と一緒にですか？ご飯食べないですね。炭水化物をなるべく減らすために飲んでるっていうのもあるかもしれないですね。へえ。飲んだ後にね、ご飯食べたりする人もいるけど、もうそれが一番最悪なので。ケイコさん飲まないですもんね。それって夜なんか帰ってきて、はい、そもそもそういう夜帰ってくる的なサラリーマン的なスケジュールではないんですか？サラリーマン的スケジュールです。あ、じゃあ夜帰ってきて、はい、スーパーまず寄って買い物をして、で帰ってきてご飯を作って、でご飯は食べない。ご飯食べないですね。まあ食べる時もありますけど、食べない、なるべく食べないようにしてます、夜ご飯を。へえ。ダイエットのためですか？まあ、自分の体調管理のためっていうか、はい、麻雀プロって何だろう、結局突き詰めていくと、もういろんなこと、もう集中力を保つために何をやったら何を飲んだらいいかとか、そういうところになってくると思うので、結局いろいろと突き詰めて、結構だから何だろう、時間とお金もかけてますね、はい、でもそれがなんかね、自分が勝って、ね、ファンが喜んでくれるためだったら別に高いものでもないかなと思っちゃうんで。でも結構みんな上の人は結構そういうことをやってる人が多いんじゃないかなと僕は感じてます。マージャンのために夜ご飯を食べない。まあまあまあ、そうです。体調管理のためにっていう意味も含めて。だから試合終わった後帰ってきて、なんかこうみんなでワイワイ、ね、リーグ戦だと飲みに行くっていうことは絶対しないですね。本当家、もうまっすぐ家帰ってきて、もう家でゆっくり、まあ、反省したり、対局みたいな、対局を見るのも結構好きなんで、もう他団体の対局ももちろん M リーグもそうですし、何でも見るので、まあ、それがもう好きだし自分の勉強にもなるしと思ってやってるので、だから時間がないんですよね。これは生姜です。生姜をすったやつを冷凍していつでも使えるようにラップでくるの。餃子を焼きます。手際いいですね。毎日やってますからね。何時に帰ってきても大体料理しますから、ね、12時に帰ってきてもします。なんで自分で作るんですか？あ、うち兄弟が多くて4人兄弟全部男だったんですよ。でうちの両親が商売をやってたので、
なのでこう結局お手伝いするって言うと一番末っ子の僕だったんで、で父親がすごい厳しい人だったんで、なんかそういう厳しい父親がになんか母親がなんか例えばなんかお皿一つ出してないだけで結構怒られたりしてたんで、なんかそういうなんの見たくないんで、だから一生懸命抜かりはないかどうかをあのお皿一つお醤油一つとかそういうのを自分がこう常々やっていくうちに、なんか母親の隣について料理も まあ食べるのが好きっていうのもありますけどね。じゃあもう高校ぐらいになったらもうご飯作れたんですか？いや僕中学小学生の時に僕オマールエビ輸入して料理してました。輸入してどういうことですか？あの父の知り合いがアメリカにいたのでオマールエビを昔、今はね結構デパートとかでもね売ってたりするんですけど、昔はそんなことなかったので、それをオマールエビを郵送してもらって空輸で、はい、でそれをこう料理したり、だから中学校受験の時は毎日深夜2時頃天ぷら揚げたりしてましたね。夜食に勉強はしなかったけど夜食は食べてましたね。変わった小学生ですね。なんか、まあ、料理食べるのが好きなんですね。でも今って冷凍食品とかでいくらでも、いや冷凍食品がね今優秀なんで、僕あの普通に仕事もしてますけど結構そういう食品関係だったりするので、だから優秀ですけど、だからレンジでチンするだけとかっていう、でも冷凍食品とか本当に好きじゃなくて、やっぱりどうしてもやっぱり手で作ったもの味が落ちるので、だからなるべく自分で作ったものの方がいいですかね。餃子も最近あの無人冷凍餃子とかじゃないですか。無人そんなんあるんですか？ちょっと分からないですけど。ありますいっぱい、石鹸。無人ってどういう意味ですか？誰もお客さん、あの店員がいなくて、自分でお金を入れて。本当ですか？本当に結構問題になってる、お金払わず持って帰る。いくらでもいそうですよね、そんな人。そうです。でも日本で平和だなって見ると思いますよね。ああいうのが将来が成り立つのは。小学生の時からもう餃子とかも作れたんですか？餃子は、まあ、シューマイとか母親が作ってたので、もう本当、シュークリームとかもそうですし、羊羹とかも作ってたので、なんかそういうのを見て、自分の食べたいものはこう自分で作って、やってます。できる主婦はこう洗いながら料理。洗い物もやりながら料理するすごいな、うん、まあ好きなんでしょうね。何の苦でもないですね、料理は、うん、やっぱ自分で作ったものが美味しいですか？家でのんびり対局を見ながらお酒も飲めるし、一番効率いいし美味しいし、まあ、外食も好きですよ。外食も好きだけど、それを再現したくなってしまう。家帰ってきて、あこれ何使ってるなとかって言って、美味しいものがあったら自分で再現してみたくなってしまいます。それ何に使うんですか？生姜ですか？あの漬けダレです。漬けダレに、漬けダレに生姜を、はい、生姜大丈夫ですか？全然美味しいですけど、はい、凝ってますねと思って。別に凝ってないです。あのチューブで売ってる生姜じゃないですか、はい、僕あれがダメなんですよ。薬品っぽい味がしちゃうので、必ずあのちゃんとした生姜を買ってきてまとめて一気に吸って、で小分けにして冷凍していつでも使えるようにしておくと、いつ何時でも使えるじゃないですか。はい、はい、前田さんこういう風に料理してるとこってなんか YouTube かなんかで上がってましたっけ？やったことない、やったことないんですよ。じゃあこれ初公開だな。初公開ですけど、麻雀プロになってこんなことをやると思ってなかったんで、本当にまずは弱火でちゃんと綺麗な焦げ目をつけるのが大事なので、冷凍餃子は一気に強火であの熱いお湯で入れちゃったりするんですけど、いや包丁を使うとこもね見たいだろうかな。
人も使います。そのネギはこれからどうするんですか？これはみじん切りにするので、あの下まで包丁を入れずに途中で止めるんですよ。でこうやってやって、で反対側にして、今度はこうやってやると、こうやって入れてきて、で最後にこうやってやるとみじん切りができる。これが一番効率がいい。これ何に使うんですか？これも漬けだけに入れます。凝ってますね。なんかつけるものが美味しいと結局美味しくなっちゃったりしません？結構料理って、だからなんだろう、どうせだったら美味しくね食べてほしいから、なんか最後にちゃんとやりたいなっていうのはありますよね。彩りはまあ別にいいかなと思ってますけど、ただまあ今日はね金子さん来てるんで、ちょっと彩りも気にしなきゃいけないかなと思ってます。これ自分だけで食べる時もこれぐらいやるんですか？つけ、やります、やります。すごい、美味しく食べたいですもん。必ずやります。すげえ。でもほんの数秒じゃないですか。なんかね、ちょっとしたことでそれだけで美味しくなるんだったら、そう、なんか手は抜きたくないなと思いますね。普通の男からしたら多分ネギを切ることすらなんか時間かかっちゃうというか。ああ、でもそうかもしれないけど、ただなんだろう、やり始めたら、あ、楽しくなってきて、でネギを入れたら美味しいんじゃないかと思ったら、入れてみたら美味しくなったら、それが苦じゃなくなります。強火にして、本来お湯なんですけど、ね、蜂蜜で生餃子なので、そんなに時間は、何ですか？餃子に、いつも餃子に大葉入れるんですけど、まあ、今日は普通の餃子。できたんですか？いや、まだ。これはとりあえず大体水飛ばしたので、もうここからは弱火です。弱火で、あの出来上がるまでずっと強火にしちゃうと、本当最後黒焦げで終わって残念な感じになる人も結構いると思うんですけども、最後はもう弱火で、もう本当に綺麗なきつね色になる。その方がしかもカリッとするんですよ。めっちゃ取るじゃないですか。強火の方がカリッとするのかと思って。いやいやいや、強火だとあのもちろんカリッとしますけど、でも焦げやすくなっちゃうから。でも低温でじっくり焼いてあげると、あの焦げ目が綺麗にすごいつくんですよ。だからその分時間はかかりますけど、だけどそれもひと手間だと思えば、それでそれだけでちょっと見た目が美味しそうで、食べる人がこうなんだろう、美味しそうに食べてくれるんだったら、絶対そっちの方が5分でもかける時間はなんかこう、ね、意味があると思うんですよね。やっぱり作り手としては、ね、美味しく召し上がっていただきたい。